高谷とそしてもちろん鶴岡が入っています。3人入れていますがキャッチャー、さあこれで、でも大事な打席ですよね、明石にとったら1球で勝負しなきゃいけないんで、カウントはワンボールツーストライクです、はい、本当に1球勝負ですからね。まあダブルプレーはないでしょうから、やっぱり前に来てますよね今度は内野が ね、 細川の場合はおそらく下がって持っていると思うんですが、はい、そうですね、普通のゴロであればダブルプレー取れますけれど、かえってこの方が良かったのかどうかですよね、この1球で、この守備体系に変わりましたからね、はいはい、ボール2ストライクで本当に一振りということですよね、明石としては少々あの埼玉でも振らないと、全身抜本体制になりましたジャイアンツです。一振りがレフトに上がった、面白いところに行った、落とした落とした、これでまず一人帰ってくる、2人目も帰ってくる、2人帰ってきました、一振りで明石が決めました。記録はヒットと出ています。ピッチャーは1点でしょうからね、これが触ったような感じでしたが防ぐの取れません、取ってほしいですけどね、まあ、取った場合でもおそらく犠牲内で1人は帰ってくるでしょうが、まあでもよくしぶとく打ちましたよね、一球で勝負しなきゃいけないのに、ストライクゾーンに近いところのボール、はい、まあ、これスライスしてきますからなかなか追いつかないでしょうね、難しいですよね、グラブに当たってるのかな、ですが記録はヒット、あ当たってますね、これで2者帰ってツーベース、これで完全にスタンディッチ諦めましたね、